兵庫県立夢咲の森公園は、兵庫県姫路市夢咲町寺にある里山を利用した自然公園で、兵庫県の自然活用型野外 CSR 事業の4番目の公園。夢咲の森公園兵庫県南西部の西張間地区に位置し、姫路市夢咲町寺地区の里山約180ヘクタールを利用している。通報寺池を中心に、 標高300メートル前後の山寮に囲まれた緑と水が溢れる里山を利用した公園。古来より地元の人々によって利用・維持されてきた里山の良さを見直し、再び忘れられていた里山をボランティア活動を中心に県民の手で守り育てるとともに様々な活動を通じて里山に親しみ、学び、心の豊かさを求める場として整備された。 植生は、山麓には杉、ヒノキなどの人工林が多く、低田松の林もあり、山腹から山陵にかけては赤松、コナラや、アベマキを中心とした雑木林が中心で、通宝寺池及び山麓部には貴重な植物、昆虫も確認されている。サネカズラや山の芋、大引きヨモギ、ハグロソウシロ白ナキツネの孫、ヘクソカズラ、南蛮ニセル。 原の証拠などかつてはどこにでも見られたが、今は希少となりつつある植物が多く見られる。麓には杉、ヒのキの人工林が多い。小なら、安倍牧けを主体とした落葉紅葉樹林でバ椿も多い。山陸には杉、ヒのキの人工林がある。通報寺池東岸には遊歩道が設けられている。通報寺池や渓流などの水辺には生物の種類が豊富。 森の一部は公園の基本整備として手入れされているが放置されている箇所も多い。森の中にはかつての炭焼き用も残り、山頂付近には岩山になっている箇所もある。展望台からは通報寺池と育成の樹林が見下ろせる。全山重層コースをはじめ全部で9つのコースが設定されている。里山ボランティアスタッフを常時募集しており、メンバー自身が枝打ち。 助管罰などの森づくりなどの保全活動を行いながら自然素材を利用したクラフト自然観察会などを行うとともに一般を対象としたこれらのプログラムの企画運営を行う郵便番号671-21165県姫路市夢崎町寺2160の2バス自動車入園料駐車場無料自然活用型野外 CSR 事業は 老人県民税の超過課税を財源に、里山を分化。ありがとうございます。